こんにちは。手で芸をするコミーです。今日は昨日の予告通りおちょぼちゃんを作っていきます。はい、この毛糸でやってきますね。ちょっと色がわかんないけど、でね、ちゃんとやるんだったらやっぱりと思って、これ今編んでみたんですけど、この形にしていこうと思います。まあ、糸が違うとまたね、形が違ってきちゃうのかもしれないんですけど、で実はね、これさっきカメラ回しながら編んだらこんな形になったんですよ。これなんだと思って、私の理想に近いのはこれなんですけど、見てください、こんな違うので。ね、この1個目のは分かったんですよ、緊張してるのだからやり直しましたこんな感じでやっていきます。これ説明欄に一応出しておきますけどね。はい、まず輪で6目からいきます。これだよってこと、ちょっと目つけてないけどね、ちょっとピントが、輪は指に周巻いて、はい、手前から入れて、引っ張ってきたら向こうの糸を引っ掛けて引き抜く、キュッキュッで立ち上がり1で輪の中に通して引っ張る、引っ掛ける、2本抜く、これが細編み1です。これを6回やります。通して引っ掛けて2本、これ2個目、3、4、5、6、はい、そしたら輪を縮めます。糸端を引っ張ってみて、動いた方の糸を引っ張るともう片方の糸が縮まります。はい、縮まったら糸端を引っ張る、で縮まりました。で最初の目に引き抜きます。6、5、4、3、2、1、これが1個目、1個目の V、 1個目の V を作って、引っ掛けて抜く、これが引き抜き。2段目は12、これは増やし目です。全部増やし目、立ち上がり鎖、今引き抜いたところ、引き抜いた目に2つ細編みを入れる、はい、次の目にも2つ細編み、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、私間違えてしまうので12
12個ねっていう意味で12って数えます。で最初の目にこれも数えてもいいかもしれないですね、1,2,3,4 って目をね。で間違えててもこれずれてても全然問題ないので、そこら辺は、はい、神経質にならなくても大丈夫。次が18、増やし目1、増やし目やって細編み、増やし目小や細編み、増やし目細編みの順番でいきます。18、同じく引き抜いたところに、2目入れて、その後が1つ、次が2つ、次が1つ、2つ、2121ですね。1で終わる感じです、はい。で18の次が24、4段目24、増やし目細編み細編み、増やし目細編み細編みの順で最後までいきます。でも最初のところ引き抜いて、引き抜いた後キュッてやると変な穴が開かないっていうのをおこにさんのとこで見たのかな。1、はい、24名できました。でまた最初のところに引き抜く、はい。そしたら24を3回3段編んでいきます。これは、全部細編み、増やし目減らし目なしで24を3段編んでいきます。はい、編集しましたはい、これで24の目段を3段編みました。すいません、ワープしました。はい、で次が、19目、これちょっとねキリが良くないんですけど、減らし目細編み細編み細編み、減らし目細編み細編み細編み、どの順で減らしていくんですけど、最後減らし目細編み細編みで終わります。足りないので、はい。引き抜いた後鎖、同じ目、引き抜いた目と同じ目に、あ、ごめんなさい、針を入れて糸を出します。このまま次の針、次の目に針を入れます。で糸を引っ掛け
して出します。そしたら3本になります。これを一気に引き抜く、これが減らし目になります。でこの段は減らし目のあと細編みを3つ、そしてまた減らし目、減らし目の時は2回やった後に引き抜く、そして細編みが3回、でまた減らし目で細編み3つ、減らし目細編み3つ、減らし目細編み細編みでおしまいになります。はい、次も19なので増減なしで全部細編み1段編みます。はい、この数はこの通りじゃなくて、もう何回もしつこいぐらいに本当言いますけど、これがおちょぼちゃんってわけじゃないです。これだけがおちょぼちゃんというわけじゃないです。数がこの今ね言った通り増やし目減らし目やって数が合わないってなってもそれで全然いいと思います。はい、で私が編んでも毎回違うし、で減らし目とか増やし目とか全然それはアレンジして自分の好きなおちょぼちゃんができるといいと思います。はい、しつこいですけどね。19目編めました。で最初の目に引き抜いて、次が14目になるように減らし目細編み細編み、減らし目細編み細編みでいくと最後が減らし目細編みで終わると思います。はい、減らし目細編み細編み、立ち上がり同じ目に入れて次の目にも入れて減らし目細編みが2回、細編み2回やったら減らし目細編み細編み、減らし目細編み細編み、減らし目細編み細編み、減らし目細編み、はい、で最初の目に引き抜きます。次が10目になるように減らし目細編み減らし目細編みでいくんですけど、最後、減らし目細編み細編み細編みで10目になります。立ち上がり減らし目細編み、減らし目細編み、減らし目細編み、減らし目細編みで細編み細編み、はい、ちょっとここで私は引き抜く前に綿を入れます。
綿を入れるタイミングは、あ、ごめんなさい、うるさい。好き好きです。何でもかんでも好き好きです。すごく後の方で入れてももちろんいいんだけど、小さくなると入れにくいけど、最初のまだまだ穴が大きい時に入れてしまうと、その後編むのが、綿が引っかかってしまって編みにくいっていうかな、編みにくいわけじゃないけど綿が引っかかってしまうということがあるので、その辺は自分のやりやすいタイミングで入れてみてください。ね、指が細い人とか、こういうその細かいところに入れるのが得意じゃないとか、まあそれぞれね、ありますよね。だから好き好きで、あと綿の入れ方もパンパンに入れたい人もいれば、ホワホワにしたい人もいれば、それもお好みでやりましょう。はい、で最初の目に引き抜く。そしたら次、斜めにする。減らし目、細編み細編み、減らし目、細編み細編み細編みで7になります。立ち上がり、減らし目、細編み細編み、減らし目、細編み細編み、あら、細編み細編み細編み、だいぶ小さくなってきましたね。はい、そしたら最後4目になる。減らし目減らし目減らし目細編み。はい、ちょっとここからちょっとやりにくいかもしれないですけど、やり方は同じです。ちょっとね、小さくなってきていて角度がやりにくいかもしれないけど、結構強引にやってください。はい、強引に。でまあね、何目にするとかが問題ではなくて、大きな穴ぼこがポコって開かないようにするくらいでちょうどいいので、まあ強引にやって大丈夫。そして最後閉じる時に、まあ本来は外側からこう編み目に入れると思うんだけど、すごくやりにくいですよね。だから私はこう内側から、この取りたい時こうやって取るのが本当なんだけど、こっち側から取ってしまったりもします。そうするとあんまり強引にならなくてよかったりする。引き抜く。であとね、もうちょっと一応ね、ここまでにしてあります。このあと細編みを何個かこう適当に強引に編んでみたりしてもいいと思います。なんていうかな、上手にとんがるようにこんな感じで、で最後鎖編みでおしまいにするみたいな感じです。この糸の太さでだいぶ違いますね。これはアクリル並太で、かぎ針並太の、かぎ針5から7になっていて、私は7で編みました。これも7で
編んだんですけど、これはあのパンドラハウスさんのね、8から10号というやつです。だからちょっと太めのものを7号で編みました。そうするとこっち、これは並太7号で、ほら形がこういびつなんだけど、まあそこら辺はこう綿を上手にやってあげるみたいな。これがこの目数でできたものになります。はい、ちょっと目もつけときましょうか。あ、これ閉じるか。糸始末はあのどうにでも、ここら辺がこうちょっとねぐちゃぐちゃってなっちゃってる感じがあるので、それをこう上手に、なんて言うんでしょうか、綺麗に見せるように少し閉じてあげると先っちょのとんがり感とかが出るのかもしれない。そこもだからあのいい感じでやってくださいいい感じで自分がこう好きな形になるように、糸始末する、こうちょっとここをね、でもういいかなと思ったらここ中に入れてお尻の方に出してあげて、こう切る感じです。はい、で、目をつけるところなんですけど、この引き抜きのところはちょっとね顔に傷みたいな感じがするので、それ以外のところに目をつけてあげた方がいいかなと思います。ここが引き抜きでしょ、こっち側に顔をつけてあげると、で、シールのものもあるんですけど、シールだとしてもすぐに取れちゃうのでボンドは使ってあげた方がいいと思います。で、編み地側と目玉側両方にボンドをつける。これはニコ編みさんの動画、ハピママさんがアドバイスしてくれたというものを参考にさせていただきました。コメント欄で教えていただいたんです。あのそういう動画ありますよって。こんな感じです、はい、であとはここに丸カンって、こういう丸いのとかがね売ってると思います。これをこううにゅって広げてここにつけて、キーホルダーとかストラップとかつける感じです。その動画、まあ、見えないかもしれないけど、はい、こんな感じでした。いかがでしたか。ちょっと途中ワープしちゃったんですけどね。はい、はい、もう一回何度でも言いますけど、この編み目の数はこれ、この形ならってことです。だから変えてください。ここあの増やし目とか減らし目とか全然変えてもらって構わないので、ほらこんな形にもなる。これは全然違いました、またさっき編んだけど。はい、ということで、はい、でですね、セルフ編み部、マッシーさんのセルフ編み部という、YouTube チャンネルがあります。そちらのライブ配信の時に、シマフランさんという方、リアルオフ会でお手伝いいただいた方なんですけど、シマフランさんの編み図で、ライブ配信で皆さんで編んでいるという動画があります。そちらの、
説明欄にも網目の数とか書かれているので、島フランさん流のおちょぼちゃんの作り方ということで、そちらもご参考にしていただけたらいいかと思います。はい。で、島フランさんから補足として、伝えていただきたいことを聞いてありますので、ちょっと言いますね。先端をしっかりさせるために少し長めに糸を切って穴を埋めるようにして閉じている。この先端のところですね、長めに糸を切って、この先っちょのところってどうしてもこう穴ぼこみたいに見えてしまう感じのところがあるので、そこを埋める形で閉じていくということ、はい、それを伝えてくださいということでした。はい、その辺も上手にやったらね、ここがしっかりしてくると思います。はい。であとですね、お問い合わせもいただいていたんですけど、はい、おちょぼちゃんの著作権についてこちらでちょっとお知らせしようと思います。はい。おちょぼちゃんの著作権は放棄しておりません。はい。説明欄にも記載しておきますね。私的使用、アムとかっていうのは全然存分に使ってください。もうそれは、はい、ぜひ編んでみてください。そして、販売の場合ですね、こちらのお問い合わせですけど、販売の場合にはですね、おちょぼちゃんアットコミーという名称で販売していただけると嬉しいです。というか、この名称で販売してください。お願いします。はい。 YouTube チャンネルのURL とかつけていただけると嬉しいですけど、はい、できればそちらはできればということでお願いします。はい。あとですね、編み図、この今私が書いたものも含めて、もしご自身が、作ったもの、考えたものという編み図だとしても、編み図の販売は、禁止させてください。はい、というところです、今のところ。もしまたね、お問い合わせとか あればぜひ質問ください。そしてその時点でまた著作権に、付け加えることがあるかもしれないですけど、今のところこの程度でいいでしょうか。はい。あともう一つお知らせをしたいんですけれども、ちょっとね、場所とか日にちがまだ決められず、そこまでお伝えできないのはちょっと残念ではあるんですが、おちょぼちゃんとお話し会というのを、今後やりたいと思います。これはリアルオフ会とはちょっと違った、4,5 人の人数という、 こうちょっと少人数で、おちょぼちゃんを編みながらお話ししましょうという会を、していきたいと思っています。まず最初は、私の家の近く近郊で藤沢付近というか、リアルオフ会やったような場所とかね、そこは広かったんですけど、その地域でやりたいと思っています。リアルオフ会のね、動画を見てたくさんの人数がいたので、ちょっと参加しにくいなみたいな声もありました。はい。そんな方のためにというわけでもないんですけど、お話ししながらやるっていうのはちょっと私やってみたいことの一つだったので、はい、企画しています。日にちと場所が決まり次第、連絡したいと思っていますので、興味のある方は気にかけてみてください。LINE アットに登録していただけると、そちらにもお知らせができると思います。はい。動画でももちろんお知らせしていくつもりでいます。で、人数が少ないということもあるし、参加費がリアルオフ会よりもちょっとお高くなります。3,000 円ぐらいかなと思っています、お一人。はい。で、そんな形で参加費をいただくことで、いろんな地域に行ってみたいと思っています。この近くだけではなくて、遠い、私の家からは遠いところとかでも、開催してほしいという声があれば、そちらの方にも伺っていきたいと思っているので、参加費がちょっとお高いというのはその辺も、関係しています。なのでその辺も踏まえて、参加したいという方はぜひお越しください。
で、あの絶対お友達と一緒には行けませんというわけではないんですけど、お一人だと参加しにくいわという方も多分いらっしゃると思うんです。リアルオフ会みたいな大人数だとね、はい。なのでお一人でお気軽に参加していただけるような場所にしたいと思っています。はい、近々発表させていただくので、はい、気にしてみてください。ということで今日はおちょぼちゃんを編んでみました。はい、この編み図が正解ではありません、何度も言いますが。はい、一応説明欄にリンクじゃなくて編み目とかは書いておきますが、そちら、ご参考に編んでみてください。そしてアレンジしてみてください。はい、で、インスタグラムとか、ツイッターとか、ぜひぜひ画像を貼ってみてください。で、おちょぼちゃんみたいなハッシュタグつけていただけると楽しめるんじゃないかと思うんですよね。おちょぼちゃんアットコミでハッシュタグをつけていただきましょうか。そうすると私もね、見つけたらちょいちょいいいねとか押すんですけど、はい、ハッシュタグつけて、はい、投稿してみてください。はい、ということで今日はおちょぼちゃんを編みました。はい、お付き合いありがとうございました。はい、ということでおしまいです。はい、インスタグラム、ツイッター、ブログ、 LINE アットもやっています。よろしかったらフォロー登録お願いいたします。2月の11日月曜日、国分寺にて散歩道冬編というイベントに参加させていただきます。コミーの子育て談話室、新 YouTube チャンネル開設しております。毎日配信しております。よければ聞いてみてください。これらの情報は、説明欄の方に貼ってありますので、説明欄の方もどうぞ見てみてください。はい、本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画いいと思う方はグッドボタンお願いいたします。また明日の動画でお会いしましょう。バイバイ。よろしかったらチャンネル登録もお願いいたします。